超頭症とは明らかに頭の前後径が OK に比較して増加している状態のこと。欧米と日本では遠隔に大きな違いがある。欧米では、うつ伏せ根が乳幼児突然死傷後群の危険因子であることが判明したため、うつ伏せ根の文化から仰向け根の文化へと一大転換が図られた。しかし、その結果として乳幼児の頭外変形が飛躍的に増加し、 頭外変形に対する医学的な研究が発展するとともに社会的な意識も高まった。そこで頭の形は親の責任という考え方が広まりつつある。他方、日本ではそもそも仰向け根の文化であったことに加えて下記のような誤解が蔓延しているため頭外変形に対する意識が高まらず現在に至っている。骨粒合成超等症とは市場方法が 早期融合することによって発症する、腸頭症のこと。頭蓋骨包合早期融合症の一種である。この骨融合性腸頭症の明けに、修状頭がある。頭位性腸頭症、または変形性腸頭症とは、骨盤や吸引分娩などの外圧により、乳幼児の頭蓋が変形することによって発症する、腸頭症のこと。位置的頭蓋変形症の一種である。日本では、 調査、研究されてはいないため、不明である。ただ、日本は欧米ほど、頭蓋変形に対する意識が高くないため、欧米よりも多いと考えられる。アメリカでは、1歳未満の乳児の16から48%に、一的頭蓋変形が見られた。まずは、頭蓋骨包合早期融合症の診断を行う。頭蓋変形に該当するかどうかは、頭長幅指数によって診断する。 遠い性超等症は、胎児期や乳児期に頭蓋へ外圧が加えられることによって発症する。発達地帯を生じさせる可能性がある。厚生労働省の医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会においても、以下のように記載されている。これまでは、乳児期の外圧による頭蓋変形は、成長発達地帯や機能障害の原因にならないと考えられてきたが、 変形性社科史ら等を伴う事例では、神経発達及び運動発達に遅れを伴うとの報告が複数ある。近世斜経に伴う場合など、一定期間の積極的体位変換等に反応しない場合や、高度の向き癖が持続する例では、頭蓋変形が自然警戒する可能性が乏しく、神経発達及び運動発達の遅滞を予防する観点からも、 中等度以上の変形性者頭しら等について積極的に治療の適用があると考える。第22回医療ニーズの高い異常機器等の早期導入に関する検討会について構成、労働症頭痛を発症する可能性がある。顎関節症を発症する可能性がある。二次的射経を発症する可能性がある。脊柱側、腕症を発症する可能性がある。 位置的頭蓋変形症は顔面変形を伴うので、位置的頭蓋が顔面変形症と呼称されることもある。釈迦白症は非対称的な顔面になりやすい。歯列異常を発症する可能性がある。自転車用のヘルメットが合わなかったり、眼鏡が斜めになる。遠い性超頭症には以下のような予防法がある。タミータイムとは乳幼児が起きている時に、 保護者などの厳重な監督のもとで、乳幼児を腹ばにして過ごさせる方法のこと。体位変換法とは、乳幼児の頭の同じ位置ばかりが下に来ないように、乳幼児の体位を変える方法のこと。治療法としても有効である。どちらの超等症も治療が必要である。厚生労働省の医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会においても、以下のように記載されている。 ヒズガイ合早期融合症による乳児頭蓋変形の継承例では定型や発達に伴って改善するが中等度以上では就身時の向き癖が治らずに平坦部に持続的な頭部実調がかかるために頭蓋の変形が増悪、固定化すると考えられている。第22回医療ニーズの高い異常機機等の早期導入に関する検討会について構成。 労働小骨融合性超頭症は外科治療を行うのが一般的である。等位性超頭症は頭蓋形状強制ヘルメットによって強制治療を行うのが一般的である。骨融合性超頭症でも術後にヘルメット治療を行う場合がある。ヘルメット治療については厚生労働省の医療ニーズの高い医療機器等の 早期導入に関する検討会において、以下のように記載されている。近世者系に伴う、頭蓋変形はもちろん、その他の頭蓋変形に対して簡便で安全、より効果的な治療が可能となり、患者、保護者の肉体的、精神的な負担の観点から、既存の治療法より優れていると考えられる。第22回医療ニーズの高い医療機器等の、 早期導入に関する検討会について構成、労働省日本で流通しているヘルメットは以下の通り、ありがとうございます。